最近、中国当局による学校外教育機関への取り締まりが強化されています。にもかかわらず、学習塾への依存は依然として高く、多くの塾は密そかにやっています。長年伝わる内部告発は中共の常と手段です。内モンゴル自治区フフほと市では、小学生が警察を塾に案内する動画が出回っています。8月19日、Twitter ユーザーは動画を投稿し、 ふふほとしの小学生が警察を学習塾まで案内し逮捕の様子をテレビ局が報道していると書き込みましたネットユーザーたちは大変驚きこの子は自分の人生をダメにしてしまった今後教師があなたのことを気にかけてくれるだろうか多くの先生方の報復が心配だ子どもの頃から密告するのか見れば見るほどゾッとする密告の種が世代を超えて受け継がれているね 若くても悪質な声は恐ろしい。大紀源が発表した共産党についての9つの論評と題する一連の社説は中共の旧大遺伝子邪悪欺瞞、扇動闘争略奪ライ、官庁、殲滅制御を分析しましたカナダ在住のジャーナリスト加料坊氏は今年6月に大紀源の番組「前案前夕」のインタビューでこう語りました 制御は中教の典型的な特徴であり、他人をコントロールしたいという欲求は中教の邪悪な遺伝子の中で最も顕著なものだ。統制は人間性にとって変わり、人間性を消滅させる。中教は党員をコントロールし、影響を与えうる人たちをコントロールしたいので統一戦線を構築するのです。中教は市民を支配下に置き、互いに密告させるという手段で市民をコントロールする。